それではスカイアカップ2017プロボウリングレディース新人戦準決勝第1試合ご観戦の皆様の拍手いただきましてスタートいたします。決勝トーナメントの準決勝、残すところ4人です。スカイエーカップ2017プロボウリングレディース新人戦です。小久保美希と小池咲の一戦です。解説は杉本プロ、姫路プロです。池崎はラウンド1レディース準優勝が最高位、小久保美希も中元寺さんからね、もうこの大会お話ありましたが予選通過も初とインタビューでも話していました。そうですよね。そういった中でベスト4までやってきました、はい。左のレーン小久保、右のレーン小池でスタートしています。ゲスト解説をお越しいただいた姫路プロはもう姫路副会長として今年は来ていただきましたが、はい、よろしくお願いします。今この大会はどのようにご覧になられていましたか。そうですね、やはり今年の新人戦ってすごい見応えのあるメンバーが、はい、残ったなというふうに思っています。そしてまた会場にいらっしゃるお客様が多いんですね、はい、やっぱり注目度が高いんだなと、はい、すごく誇らしくも羨ましくもあります。この大会が2006年からですので、はい、姫路さんもご経験がないこの新人戦になりますよね。はい、平日なのに予選からもう満員のお客さんがね、むしろ通られないぐらい本当にお客様がいっぱい来てくださっているのでね、ありがたいですよね、はい、やはり選手は応援が多いと気持ち乗りますから、はい、そうですか、はい、とてもいいと思います。さあそしてその中で小池がまずはストライクを取ります。この優勝争いという面に関しては小池が経験の面では一つ杉本さん、はい、そうですね、リードはしていますが、はい、でもみんなタイトルないんですよね。そうなんです、はい、残っている4人誰が優勝しても初優勝、うんうん、国語は10番ピンが残ります。2年目の小池咲25歳、4年目の小久保美希22歳です。2フレーム目でスペアとストライクに分かれました。一つまた左右のレーンの課題というのは残っていそうですか。そうですね、ちょっとのミスをしちゃいけないのがやっぱり左のレーンですよね。うん、右はちょっと入りが甘いので天ピンが残る傾向にありますよね、はい、倒れました。はい、セーフですね。今お客さんの歓声で倒れたような大きな歓声も湧きました、はい、大きいですね、ダボ、ね、そうですよね、うん、小池咲がダブル、足元を気にしました。今ちょっとねボールの落ち方がドンドンってきましたからね、うん、はい、
北条さん、はい、この国語プロなんですけれども、先ほどの対戦の時、準決勝の1回戦の時ですね、あの対戦の時にももう緊張してスコア全く見ずに淡々と投げたと、であまりにも緊張して途中であれ順番はって思ってしまうくらいだったそうなんですけれども、まあここも他を見ずに自分らしく淡々と集中して投げたいと言っていました、はい、リポーターは中岩寺香織さんです。その国語明治さんは今シーズンもロックオークイーンで優勝されましたが、はい、スコアっていうのはどのような意識持たれてるんですか？そうですね、見て分かっていて投げる時ももちろんあるんですけど、はい、私は過去の経験から言うと、はい、気づかずに投球に集中しすぎている時の方が結果がいいという時の方が多いんですよね、はい、あ、そうですか、はい、なのでやはりあの雑念に負けることが多いので、うん、はい、スコア気にしない時の方が私はいいようです。そうですか、はい、姫路流でいきますと国防選手はいいパターンに入ってるかもしれないと。そうですね、あの最初の頃はね、うん、あの新人とか何年かはまあそれでいいんですけどね、うん、もうベテランになってくると計算してここを持ってこなきゃ勝てないっていうところで持ってこれるようになるのが本当の強さだと私は思うんで、はい、姫路さんはもうその方がいいと思います、はい、早くそのように、はい、会長もそう言ってました。言われてます姫路さんでもこんなに指導がそうなりたいなと思ってますね。でも勝つために知らないで投げた方がいいっていう方法もありますけどね、あまり気負わずにと、うんうん、やっぱりあのボディアクションとかですね、はい、分かってて投げた時のストライクが来た時のボディアクションと、はい、分からずして勝ちが決まった時と、うんうんうん、やっぱりね、はい、見てる側からするとそうですね、はい、あの分かってて出してほしいと分かります確かに、はい、国防は我慢我慢という前半になってきています。今これ拝見してるとですね、あの小久保さんは光ってるボール、そして小池さんはくすんでるボールなんですね、はい、くすんでるボールの方がちょっとラッキーでも倒れやすいのかなと今感じします。なんか選手に聞くとね、中がとてつもなく熱く感じるって言うんですよ、オイルを、なるほど、うん、そう言ってましたからね。あの小池さんってどっちかというとオイルの際をオイルを利用して投げるタイプなんで、光ったボールだと行っちゃうんだと思うんですよ。そうですね、うん、4連続です。あそこがね、奥で行くでしょ、こうまっすぐ行って動かないで行ってきますよね、こっちのレーンだからすっごい厚めを狙わないと右のレーンはダメですよね。それ分かっててああやって投げてるんでしょうね、きっとね。スリーマーク差をつけています小池。どちらかというと小久保さんの方が奥の曲がりを利用しようと利用してますもん ね、はい、ね、はい、だからどうしても天秤残ったりちょっと厚めいったりしてますよね。あ、これは今はそんな曲がりを求めないでまっすぐチョンと入れましたけど、今のは失投なのか分かってやったのかどっちなんでしょうね。ようやく国語にもストライクが来ました、うん、あの姫路さんとか松永さんとかってボールの変えるのがとっても上手で早いじゃないですか。そうですか、うん、と思うんで、でね、小池さんはね、はい、あんまりパパ変えないで、アングルはね、上手にあの探すんですよ、止まりません。すごいですね、5つです、はい、久保美希はついていくしかありません、うん、そんなに簡単なレーンではないんですけどね、右と左がちょっと変わっててね、うん、ああなっちゃうんですね、うん、解説は杉本勝子プロ、ゲストには姫路うらら副会長を招きしています。スカイエーカップ2017プロボーリングレディー新人戦の決勝トーナメントの準決勝です。
第一試合、小久保美希と小池咲。もうこれは思い切って狙いましょう。6番ピンの方に行けば3番にちょっと薄く当てて飛ばせばいいので、あ、いいかな。あ、当たらなかったですね。やっと予選を通過して決勝トーナメントも1回戦を突破してきました小久保美希。小久保さんとあのプリンスカップで対戦して負けたことあるんですよ。はい、あ、そう、そすごい。去年ですか？去年ですかね。あのすごくいい回転していましてね、はい、女子の中でも珍しく曲げるタイプですよね。はい、スピードもあるんですよ。なのですごいいいボーリングするなと思って小久保さん。はい、本人も緊張してるという話はあるんですけど、落ち着いてる様子には見えますよね。ちょっと見えますね。はい、はい、まだちょっと本来の自分のボーリングが出てないようには見えますね。そうですか。はい、今思い切り投げましたね。いいですね。今良かったですね。はい、これなんですね。もうね、こんだけ離れたら思い切って投げるしかないんですよ。はい、小池もストライクが途絶えました。はい、小池咲は今年は50周年記念大会4位、姫路さんが優勝された六甲クイーンズで7位ということでトップ10入りも2度果たしています。一昨年にはラウンド1レディース準優勝、欲しいのは優勝ですね、小池咲です。はい、やっぱり上位の経験をさせてもらうとぐっと上手になりますからね。はい、あのまずラウンドロビン残ってあれ経験するのもすっごくいいですね。うん、勉強になりますし、はいはい、上に行けば行くほど早く上達するような感じがあるの で、はい、そうですか。どんどん経験したいですよね。うん、小池選手まだ2年目ですからね。そうですよね。それでラウンドロビンとかあのマッチプレーとか経験してますので、うん、やっぱり本当に上手くなりましたよね。楽しいですね。うん、これで小池の次の9投目で一つ決着はついてくるかもしれません。うん、決勝トーナメント準決勝、勝てば優勝決定戦、5年目までが出場できますこの新人戦です。このストライク、はい、これにより小池咲が優勝決定戦進出を決めました。いや、ちょっとこの内容は強かったですね。あ、そうですね、すごいですね。はい、本当にこの放送レーンに投げるたびにアジャストしているような。先ほどの狙い方は自分が思った通りで同じ投げ方しましたからね。このナインフレもね、右のレーンがまだ分かってなかったですかね。そうですね。まあ、ただお話をお伺いしたように小久保も今回この舞台に立てたっていうのは今後に向けては大きな糧にはなりますよね。そうです、また次ね、はい、この機会の時に今より上回れるといいですね。はい、ませんね、楽にボーリングしてますもんね。はい、こうなると小池咲の優勝決定戦へこの勢いが
どこまで続いていくか、はい、楽しみです。ここのレーンでのハイゲームじゃないですか。そうですね、260で出ちゃいそうですけどね、うん、準決勝から260ぐらいはなかったですね。そうですね、はい、230ですもんね。左右のレーンはもう関係ありません。あのタップする感じじゃない、出して戻そうっていう気持ちがないので、うん、タップするって天秤が残るって感じはないんですよね。はい、まっすぐ沿わしてますもんね。まっすぐ沿わしてちょんと入れてるだけなので、はいはい、ああいう狙い方がね、あの小久保さんがね、左のレーンはそれができてましたね。はい、限られた5年目以内参加条件になっています新人戦です。このタイトルが欲しかったんですよ。そうですか。ないんですけど、ね、なかったからね、しょうがないですよね。やっぱりね、かっこいいんです、うん、新人戦のタイトルって、はい、こう王道といいますか、エリートコースを進めるような本当に憧れのタイトルなんですよ。新人の中での優勝を一回経験しているという。そうなんですよ、姫路さんが羨むタイトルと。羨ましいですね、欲しいです。最後はストライクで終えました。国語は最後は182で終わりましたが、小池咲が267というビッグスコアを出しました。これによりまして優勝決定戦進出は小池咲になりました。2年目の小池咲がまずは優勝決定戦進出1人目決まりました。さあ、その小池のインタビューです。インタビュアーは中元寺香織さんです。優勝決定戦進出を決めました小池プロです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。なんか皆さん結構ここで手こずってるイメージがあったんですが、ノンストレスで投げてるような感じがしたんですが、いかがでしたか。そうですね、はい、ピンが飛ばないっていうのは自分自身で分かってたので、もう対策としてしっかり腕を振り切って投げることだけを考えて投げていました。うん、さあ、いよいよ次は優勝決定戦です。意気込みお願いします。はい、優勝という大チャンスが、回ってきたので、精一杯頑張りたいと思います。頑張ってください。小池プロでした。自身にとって初優勝のチャンスを今得ています小池咲、優勝決定戦進出を決めています。